エンテ型の一つ、ルータンバーリージーエンテ型は、主翼の前方に前、翼を持つ固定翼機の設計である。千里翼機あるいはカナード機とも言う。エンテとはドイツ語でカモのことで、カモが飛ぶ姿に似ていることからこう呼ばれる。ちなみに、前、翼と通常の水平尾翼を共に持つ、航空機は三翼機といい、主翼が前後に2枚ある、航空機はタンデム翼機という。 エンテをフランス語に直訳したのがカナールで、これを英語読みしたのがカナードである。このようにエンテとカナードは同じ語源であるが、カナードは通常前翼自体を意味する。固定翼機のピッチの上下方向のバランスの取り方には以下の方法がある。主翼を重心より後方に配置し、さらに後方の水平尾翼が下向きの揚力を生んでバランスを取る。 主翼の大部分はプラスの揚力を発生するが、主翼の後部が下向きの揚力を生む。重心の前後にある2枚の主翼の揚力でバランスを取る。主翼が重心の前に位置し、水平尾翼もまた上向きの揚力を生む。主翼を重心より後方に配置し、それより前方の水平尾翼が上向きの揚力を生んでバランスを取る。このうちが 一般的なのは理由がある。これは、風味安定を得るために、空力を受ける中心が重心より後ろにあることが必要だからである。一の方式であれば、主翼、尾翼ともに、重心より後方に位置する。それに対して4の場合は、むしろ空力中心が重心より前に位置するため、機体は極めて不安定となり、一般的ではない。 本校で解説しているエンテ型も、空力中心は、総合的に重心より後方である。ただし主翼は、重心より後方だが水平尾翼が重心より前方となり、主翼、水平尾翼ともに、重心より後方に位置する通常形式よりも安定性は低くなる。また一、とご、の併用、つまり通常の水平尾翼とカナードの双方を持つ、機体もある。 あるいは2と5の併用、つまり主翼自体でバランスを取りながらカナードを付加する場合もある。クフィル、小さな制御カナードを持つ。ただし、20世紀末以降、カナード付きデルタ翼の場合は、前翼は揚力を発生しない、あるいは前翼の揚力によるバランスは副次的である場合が多い。これは、デルタ翼は蒸気にの無微翼機に適した翼系であり、 無病翼機にカナードを付加した場合が多いからである。また最近の数星である運動能力向上機の場合は、ピッチ方向の安定性を下げる設計を行っているため、カナードが発生する揚力を下げるかなくす設計を行っているからである。このようにニュートラルな状態では揚力を生まず、主に姿勢制御に使われる前、翼を制御カナードという。特に、 元来はカナードを持たない、設計の機体に、後から解説系でカナードを付加した場合、制御カナードとなるのは自命である。ただし、揚力や空力中心は速度によって変化するため、あらゆる速度領域で揚力を生まない前翼は存在しない。正確に言えば、揚力を小さくしたということになる。それに対して、従来の揚力を発生するカナードは、揚力カナードと呼ばれる。 制御カナードは全体が昇降打のように稼働するオールフライング方式も多く水平尾翼の代替というより無尾翼筋において主翼に取り付けられるべき昇降打を独立させたものとも言える JAS39 のようにカナードを地面に垂直に近く立てることによってエアブレーキを兼ねる設計のものもある無尾翼機においての昇降打は主翼の揚力を減じる効果があり これが欠点の一つとされるが、昇降打を主翼から切り離すことでこの欠点が回避できる。前尾翼、カナード翼は、常実の通り通常の水平尾翼を主翼の前方に配置したものである。一方、垂直尾翼は、エンテ型でも通常通り機体尾部にあることが多い。もちろんこれは、両方向の風見安定のためには、 垂直尾翼は必ず重心よりも後方に配置すべきだからである。ただし、CCV 実験機の中には垂直尾翼に加えて重心の前にも垂直カナードを持つ機もある。サイドウワインダーや R-8 等のミサイルは、航空力学的には垂直カナードを持つエンテ、型飛行機である。ライトフライヤー。右が前。エンテ型は飛行機の形態として、 あまり一般的ではないものの、黎明期の航空機には前、翼を持つ機体も多く、ライト兄弟のフライヤーは機種に小翼を持ち、サントス・デュモンの14ビス型機にも前、翼があった。ジェット機時代の到来後には、西ヨーロッパの戦闘機を中心として、カナード翼を持つ機体がいくつも開発されており、近年のホームビル時では、比較的普及している形態である。 ドイツのスポーツ機の上面図。この図の機体のように、リアエンジン形式のエンテ型飛行機では、後退翼を採用することがよくある。これは、リアエンジン形式では、重心が機体の後方にあるため、主翼をさらに後方に配置する必要があるからである。同上の側面図。主翼端には、ウィングレット状の垂直尾翼が配置されている。エンテ型は、 胴体後部に水平尾翼を持った通常形式の航空機に比べると以下のようないくつかの利点と欠点がある。これらの一部はタンデム翼機とも共通している。公改革時に前、翼が先に失速するように設計することで主翼の失速の前に前、翼が失速して機種が下がるため主翼が失速しにくく、パイロットも失速を認識しやすい。 上昇のため機体を上向きにするときには、揚力がより求められるにもかかわらず、通常の水平尾翼では微部を押し下げるために、マイナス方向の揚力が生じるのに対して、前翼は、プラスの揚力を生む。また、主翼だけでなく前翼でも定常的に揚力の一部を分担させる設計を行うと、機体全体では翼による効力を低減できるため、燃費向上が期待できる。 設計の自由度が増すビブがない、または極端にビブが短い機体を作れる。エンジンの位置によっては、問題となる、排気流の水平尾翼への配慮が不要となる。重心位置の前後方向の許容範囲に余裕がある。主翼が後退翼ないし、デルタ翼の機体において、前、翼と主翼をごく近接して配置すると、線尾翼が生じさせた渦が、 主翼上面の気流の剥離を遅らせることにより、公務改革時の失速を防ぎ、揚力を増大させることができる。大質量のエンジンを後部に積むなど、Z 回後特に小型機に増えた重心が、後ろ寄りの機体の場合、通常の尾翼形式と比べて、カナード翼をより重心から遠くに配置できるので、昇降打の機器が良くなる。ピッチ方向の安定が小さく、 また上述の利点の裏返しとして昇降打の機器が過敏でありピッチ方向に対して同安定、正安定ともに低くなる。コンピューターによる高度かつ緻密な姿勢制御が登場していない時代はこの点が大きな問題であり、1960年代以前ではこの形状の飛行機が数例に止まった要因の一つでもあった。コンピューターが発達してからはこの特性が逆に 特に戦闘機の分野で機敏な運動性向上に役立てられている。機種上げ状態から自動回復効果を持たせてピッチ方向を安定させるためには、迎え角に応じた揚力の変化割合を前、翼より主翼が大きくなるような設計をしなければならないが、一般に揚力傾斜が大きい翼は失速しやすいため、主翼の失速の前に先尾欲が失速して、 機首を下げるという利点は生かしにくい。ただし先尾翼の下流によって主翼の失速を防ぐことはできる。エレベーターアップ操作の課題によりカナード翼が失速に至ると操縦者が意図しない急激な機首下げが起こる。これが低空飛行時に起こると致命的な問題になる可能性がある。そのため離着陸時はカナード翼を絶対に失速させないように操縦しなければならず。 気流剥離をなくすため、カナード翼面の汚れも、頻繁に掃除が必要である。一般に垂直尾翼の取り付け位置が、重心位置に近くなるので、要安定性が低く、方向打の機器が悪くなる。これを補うために垂直尾翼を大面積化すると、抵抗、質量が増大し、ステルス性能も悪化する。全翼の吹き下ろしにより、主翼の、特に内側部分の効率が悪化する。 このために主翼面積や構造重量が増加する。通常の尾翼形式の機体や無尾翼機にカナード翼を加えると効力が増す。全誘導式カナードはバードストライクに備えた強度が求められるが堅固な金属性にすると重量増となる。全円部が無垢の金属性では速報や前方からのレーダー反射弾面積が増してステルス性能を低下させる。 ただし関西機向けの UF-23 や X-36 など、カナード翼を持つステルス機がいくつか計画されており必ずしもステルス性の問題になるわけではない。エンテ型の単発プロペラ機は推進式がほとんどである。これは重量配分によるもので機種にエンジンを乗せると重心が合わないからであり、エンテ型の利点を生かすためには牽引式よりも 推進式が有利だからである。このためにエンテ型と推進式が混同されることがあるが、両者はもともと別概念であり、それに当てはまらない例として、牽引式の双発機リベルーラ牽引式と推進式を接中した方式のボイジャーなどがある。サーブ37微元。青色がカナード。通常の水平尾翼とカナードを合わせ持つ3翼機の F-15 アクティブ。 エストール性能、運動性能試験機。1970年代以降、超音速ジェット戦闘機においてカナードは広く普及する。その講師となったのは、スウェーデンのサーブ37微減戦闘機である。それまでの超音速戦闘機に採用例が多かった無尾翼デルタ翼は、離着陸性能に劣るのが最大の欠点であった。尾翼付きデルタ翼とすればその短所は、 回避できるが、空気抵抗が小さく翼面積が大きく取れるという、無病翼デルタ翼形式のメリットもなくなる。そこで円形型の利点の一つである、公迎角での揚力増大効果が着目された。かなり小型のカナード翼であれば、空気抵抗の増加はわずかで、それでも、なお揚力増大効果が大きく、翼面積も無病区デルタ翼形式と同等に取れ、離着陸性能が、 大幅に改善された。また、エンテ型の安定性の低下という欠点は同時に、運動性の向上をも意味し、戦闘機においては、メリットとなる。特に、CCV 技術の確立により、安定性を意識的に低下させても運動性を優先させるのが、現代戦闘機の数勢となっている。各て70年代以降の新型戦闘機は、カナード機が前盛となった。ただし、 サーブ37ゲンは、揚力カナードであるのに対し、それ以降の機体は制御カナードが中心である。そのため従来の演劇型とは、若干性格が異なるため、講師となったゲンも含めて演劇型とは故障せず、カナード付き、デルタ翼、あるいは、クロースカップルドデルタと故障する場合が多い。スマイナス27戦闘機の発展型であるスマイナス 27M のように、 通常の水平尾翼にさらにカナードを追加して運動性能を向上させた機体も多い。ただしスマイナス27のカナードは大型の機種レーダーの重量を支えるためでもあり、もともとレーダーが軽いスマイナス 30MKK の一部機種には備わっていない。さらに2007年形式以降のスマイナス35であるスマイナス 35BM およびスマイナス35の 実質上のロシア国内使用であるス2 7 s m では改良によりレーダーが小型化したためカナードが配されている。新 c v 技術の実験機においても通常の尾翼にさらにカナード翼を追加した形式が採用され各国で研究が行われた。日本でも結局は導入されなかったものの回マイナスに 戦闘機でもカナードが検討されており、コンピューター技術の進歩も相まって、80年代20世紀末にはカナード付きデルタ翼機が世界の主流となるかのように見えた。しかし、21世紀以降に設計、製造される新型のマルチロール戦闘機では、運動性と同時に高度なステルス性も重視されるようになる。カナード翼は、 バードストライク対策のために小型ながら強度を確保する必要があり、全金属製とすることが主流であるが、全円部などに電波吸収剤の内蔵が困難な全金属製の全誘導式カナードは、ステルス製を損なうとして避けられることがある。例えば、米国の海 -22 戦闘機では、カナードも検討されたが、ステルス製が問題となり、 通常の水平尾翼が採用されるなど、アメリカ空軍では2015年現在、実用量産機としては、カナード翼を持った機体は運用されていない。逆に、中国において開発中で2011年に、初飛行を実施した J-20 は、ステルス機であるがカナードを装備している。競技のエンテ型のほか、通常の尾翼を合わせ持つタイプを含む。ありがとうございます。